noticia. No solaritzek. Dosho turgil. Negium Jacinta. No!
ノブ！ただ様、若様、ただお一人で。ユリ。しました。殿のことを思い出しておりました。俺は忘れたい。殿なりの情があったのですよ。もう良いだろう。吹き筒と針が揃った。あとは毒だけだ。では参りましょう。こちらへ。薬草を育てるために作った小さな野営があります。そして毒草も
獅子をも殺す強さで。猛虎を殺せる強さにしてくれ。様と遠出できるとは。馬の乗り方を教えてくれたなあの子馬で若様は姿勢よく蔵にまたがって将軍様のようでした。どうしたのだ。若様はここで志村様を殺めかけたのですよ。何？確か3つか4つの頃、志村様が子たちの扱い方を教えてくださっていたのに、若様は蝶々に夢中で。思い出した、叔父上の目を打ったのであったな志村様と殿は息ができぬほど大笑いされておりました。父上が笑ったとはな。お母上が病になられる前は若様にも笑いかけておいででしたよ。こちらです。ご座と焚き火、野宿するのかいろんな薬草を探す時だけですでは毒草を集めましょう。休んでおれ、俺が積もう。種は毒です、食べないで。子供扱いはするな。あら失礼を。お母上に花を贈られましたね。母上は綺麗に飾ってくださったな。それで十分、こちらへお持ちください。待たせたな。いいえ、まず種を抜き取り、身を砕き、糊状にしたら針を浸します。効き目は強いのか。納得いただけるかと。できました。道で合ってるのか。ばあさんの野営がこの辺りにあるんだよ。若様、誰か来ます。そこにおれ。毒の効き目を確かめるか。あの侍、わしらの仲間を殺し回ってる。あいつの首を取れば褒美をたんまりもらえるな。もう近いか。方角を調べてみる。このどこかだ。急げ、逃がすわけにはいかん。お怪我はありませんか。案ずるな、始末はつけた。若様は成人でいらっしゃいましたね。俺もたまに忘れる。そろそろ屋敷に戻ろう。その前にこの場所を片付けましょう。あまり無理をするでないぞ。まあ子供扱いとは、老体のできることは心得てます。他の毒も作れるのか。全く落ち着きのないお方。もう一つございます。混乱と怒りを起こす毒が。しかし素材は何だったでしょう。思い出してくれ、役に立ちそうだ。
だったかしら。赤くて落ち葉？いえ、花びらがあったはず。ああ、お花だ。ああ違う、思い出せない。若様、何か召し上がります？飯は結構だ。だが毒がいる。何から作るのか教えてくれ。花でございます。覚えておいででしょ、私が墓所で育てていた花。掃除したのは覚えている。父上に何度も水を汲みに行かされた。鍛えていらっしゃったのですよ。お体と祖先を敬う心を、花を覚えていらっしゃいませんか？彼岸花か。そうでした。十分な量があればネズミを狂わせるような毒を作れます。お互いを殺し合う恐ろしい毒を。大義のためだ。人にも効く強さにしてくれ。はあ、若様がそれほどおっしゃるなら、どこで花を詰めるかよく覚えております。行きましょう。この森覚えがある。子供の時に来たような。お母上の末後に、母の死を受け止めきれずこの森へ逃げてきたのだ。お母上はここがお好きでしたから。日暮れまでずっと母を探したが見つからず迷子になった。三日も行方をくらませて、お父上が見つけた時は虫の息。父上はお怒りであったな。若様を守れなかったことへの怒りですよ。幾度も戦場に立たれたお父上が、あの時ばかりは一人息子を案じて同しない、よもすがらご捜索を。もうすぐ墓所に着きます。お父上がクロードのことを聞かれたら、お父上のように咎めるであろう。さようでしょうか。殿曰く志村様は頭が固すぎて本質を見極められないお方だと。殿は心が豊かでした。心が豊か、父上が？若様も同じでございます。誰が相手だ？フリアゴルペン、フリンヘフレン。待て、ここにいろ。Let's just go!